どうなってんの？あ、なってる？あ、あ、なってるなってる。あー、よかったよかったよかった、始まった、よかった。こんばんは。あ、すごいすごい。あ、なんかすごい。あ、全然わかんない。こんばんは。おー、できましたよ。できた。ありがとうございます。みんな来てくれてありがとうございます。はじめましての方もいるかな。はじめまして、小林愛香です。よろしくお願いします。今日から TikTok を始めさせていただきました。よろしくお願いします。今日ね、お誕生日で、そう、始めさせていただきました。新しいことにね、チャレンジしようと思いまして、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。イエーイあ、来た、ありがとうございます。ありがとう。あ、もう700人も来てる。ありがとうございます。いやー、嬉しい嬉しい。お誕生日ありがとう、ありがとう。なんか今日いろいろみんなとお話できたらいいなと思いまして、そう、今日は今日の格好はコアラ大量発生コアラ大量発生でございます。あ、ライブ配信の見方ね、みんなもまだ分かってないよね。みんなもね、そうよねコアラ助かりますねなんだそれな、ありがとうございます。何、なんか来たよ今。何何何何、これは、これ何、これ出てるの、何、なんかバラくれてる子、なんかこれ何、なんかこれなんか来たよ。ありがとうとか来たよ。なんかすごい、何事キュンもらったの、ありがとう。なんかだ、え、なんかすごい、あ、何なんか来た、え、何すごい、なんかすごい勢いでみんななんか来てんだけど、えちょっと待って、何にも分かんない、てか今、あ、すごい、何ちょっと待って、何にも分かんなすぎる、ちょっと待って、ちょっと待って何パンダとは、え、なんか猫なんだけど、ちょっと待って、何みんな、そんな、ありがとうね、なんかありがとう。何なの今の、このなんかすごいいっぱいみんながくれてる、なんだろうなんかすごい何かをくれている、なんだろう、え、みんなありがとうございます。ありがとう、嬉しい、ありがとう、あ、ハート、ありがとうすごい難しい TikTok のあれが分かんない、すごいことになってそうじゃない。え、大丈夫、みんな無理しないで、なんか大変そうねえ。ありがとうございます、気持ちが嬉しい。あ、なんか来たバンありがとうございますどれぐらい配信するかはちょっと私の気まぐれなんですけど、気まぐれでやっております。ありがとうございます。生配信、そうできました、よかったです。あ、何、あ、チューされた何なのこれ、何なの、あ、なんかすごい、なんかみんなすごい、なんかいろんなのくれるんだ、なんか全然わかんなくてごめんなさいなんかもうみんなチヤホヤしてくれて嬉しいですチヤホヤされて嬉しい使い方合ってんのかわかんないけどありがとうございますありがとうございます。なんかすごい始めたての私をチヤホヤ、あー、何、あー何あー、チヤホヤされる、何ああちょっと難しい、何、魔法少女になった、クマなんかすごい、どうしたらいいか分かんない、ちょっと今私が
私が今やろうとしてたことはいろいろあってですね、ありがとう今日 TikTok を始めたということで、みんなにみんなとなんかね、何をこれから TikTok ね、どんなことをしていったらいいかなっていうことで、なんか例えばだけど、こういう曲をやってほしいとか、こういうのが今流行ってるぞっていうのを教えてほしい、教えてほしいです。みんなもきっと私と同じぐらいだと思うけど、私と同じぐらいのね、あの TikTok 歴かなと思ってんだけど、どう？あ、わかんないですって。なになに、あ、花火が上がった、きれいね。ダーリンダンスって何？ハロウィンの曲、シルブプレ踊ってほしい、映り込みチャレンジ、なるほど、クレイジージーモード、お、それは小林愛香さんの曲ですね。ピーマル様のダンスやってほしい、おー、キンキンに冷えたコール、すごい、なんかいろいろといろいろと出てるよ。ちょっとメモってください、ぜひメモってください。すごいよ、めちゃくちゃガチで踊ってほしい。わかりました、頑張ります。昨日ハロパン見ましたよ、ありがとう。どうだったかな、小林さん、小林愛香さんの曲をダンス作ってやればいいと思う。なるほど、モーニングルーティン、あ、はい、よ、ヨアキハね、ウマ娘さんね、確かに走る、あ、犬犬来た、びっくりした、犬がカットインしてきたからびっくりした今ありがとうございます。ちびまる子ちゃんね、あれもいいですね。いや、小林愛香さんのあの、おお、なに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 、ちょっと落ち着かない、いろいろありがとうございます。え、なになに、いろいろ、なに、そう、音源、あの小林愛香さんのあの曲がね、あの TikTok で使えるようになったので、あのぜあ、そうそうそう、それでね、あのみんながバズらせてくれてね、小林愛香さんがどんどんね、あの羽ばたいていくっていう可能性が広がってくるのでね、あ、何、車広がっていくと思いますのでね、どうでしょうかちょっと車が来たから追いかけといたキューティーハリーよかったよ、だってありがとう。えみつんさんね、えみつんさんね、すごく優しくしてくださって嬉しいです、ありがとうございます。なになにみんながなんかいろいろ送ってくれすぎて重いって重いんだ、大丈夫、犬なんて今なんか来てたのに、ガルルルを流行らそうって言ってる。そうだよね、やっぱ簡単なやつで、あーくま簡単なやつでみんなもやりやすいやつの方が、クマが、クマじゃないクマかと思ったそうね、やった方がいいよね、撃たれた、やべやべえ忙しいね、みんなも忙しいと思う今。いや、もう私はすごく忙しいよ今。手遊びとか、手遊び流行るかな、え、ついていけない私は一生懸命ついていこうと努力をしているつもり忙しいよね今ね。フォローしてくれると嬉しいです、あの I can't いま、多分なんか来てくれてるみんなはなんか知ってくれてる方が多いかもしれませんが、よろしくお願いします。あ、ね、あ、このためにダウンロードしてくれてありがとう、ぜひフォローもお願いします。ケーキまだ食べてない、まだ食べてないし、お酒も飲んでません明日はなんと小林愛香のワンマンライブがございますのでね、10月24日豊洲ビットです、グラデーションコレクションで
です。初フォローありがとう。わ、なに、いやなんか来たのんなに、なにこれ、かき氷。どうもありがとうございます。なんかいろいろとあるんですね、こういうのが。嬉しいです。あ、いや、ライブだからビールは飲まないって。いやでもちょっとね、そうなのよね、あんまり あんまり飲みすぎないようにはするって感じ。頑張る。ありがとうございます。なになに、今日くらいは、そうよ、今日くらいはちょっと飲ましてよ、ちょっとだけで、ちょっとだけ。28本は無理かな。お、なんだ。イエーイ。なんかすごい、なんかいろんなのになってく。私がやらなくてもみんながしてくれるんだけど。何、ありがとう。お誕生日スペシャル、ありがとうございます。おおおおお、いいね、いいね。ラーさんは一緒じゃない。ラーさん吠えるか。ラーさんっていうのは犬です、うちの飼っている。いつかね、 TikTok にも載せれたらいいなって思ってます、うちのワンコたちを。はい、ぜひ。うわパッパッパッ、うわうわうわ、タタタタ、うわうわうわ、なんかすごいんだけど、すごいフィーバータイム。ありがとうね、みんな。なになになに、これってのどうに、どうなるの、これ。すごいことになってるけども、ありがとう。あ、ママもね、お祝いしてくれました、ママキャンも。動物の体ですね、こちらです。見えますでしょうか、見えますでしょうか。こちらです、コアラ大量発生です。28歳の目標ですか。ちょっと聞かれるかなって思ってましたけれども、そうね、私は28歳はいっぱいチャレンジして、自分からどんどんこう風を起こせるようなね、存在になりたいなと思います。扇風機みたいな感じになります。自分の力で風を起こしていくような感じ。扇風機みたいな感じです。風を起こしていきます。はいはい。あ、なに、え、なに、あ酔っ払ってないです。いや、定期的に酔っ払ってるって言ってくるのやめてください。あよ、台風の目、目って何。ありがとう。おー、なに、イエーイ。今日寒かった。今日晴れてたね。私は晴れ女だと思ってるので、晴れ女だと思ってるね。え、ね、え、か、唐揚げかと思った。ありがとう。唐揚げありがとう。ダイエットの応援してください。頑張ってね。私も頑張る。わ。やっぱ唐揚げに見えたよね。唐揚げありがとう。あ。ありがとう。あ、なんだなんだこれは。ありがとうございます。ありがとうね。え、なになに、酒のつまみ、違う、そういうわけではそういうわけではない。ありがとうございます。そう、ビールにはねやっぱ合うからね。これアーカイブはわからないんだけど、私そのやったことがないからアーカイブないんじゃないかな、これないと思う。私忙しくないよ別に、みんなと楽しいことしてるだけなんで。ねえ、アーカイブ残せないんだって。あらまあ、餃子食べました。あ、昨日餃子食べました。早速餃子を早速食べました。そうよ、
もうそうそうそう、あ、1000人来るかな、1000人来て、みんなフォローしてってね。あと、今日あげた動画にいいねもしてくれたら嬉しいです。ラブです。ゆいゆいです。なんだなんだ、メンバーにお祝いしても、あ、なにあら、そうそうよ、そう、押すよって、メンバーに、あ、そう、お祝いしてもらいましたよ。みんな LINE くれました、嬉しいですね。優しいね、こんなね、こう何年も何年も一緒にいるのにね、こう送ってくれて好きですよ、もうピッピッピです、ピですよ。ビリのコメ、コメアルサさん、ビリじゃないよ、コメアルサさんね、あの一番最初にくれてたよ、0時ぴったりに。あー、何嬉しいですよ、好きなお酒はビールです。ビビです。さすありでしょ。何、なんかイケメンっていうのが来たよ、ありがとうございます。なんかいっぱい来るね、みんなね。はい、好きなお酒はビです。みんなのことはピで、好きなお酒はビです。よろしくお願いします。ピってことは好きってことです。てか今日何するつもりだったの。いや、これですよ。いや、これですよ。別にそういうつもりなんもないですよ。だからその何も計画はあんまないですけど、だから好きな時にやって好きな時に終わるんですよ。でも今何時か分かってない。時計が近くに、え、あ、でももう20分ぐらい、あ、すっげえでかい時計出てきた。マネージャーさんがね、今すっごいでっかい、こんなでっかいさ、みんな時間だよ。すごいね、こんなでっかい、もう20分経ってたわ。必勝、あ、目が隠れたってことが叶ったのね、ありがとうございます。僕は昨日誕生日おめでとう。時計でっかって、いや、そうなのよ。そう、反転してるからね、これ反転してんのよ。そうそうそう、マネさんの私物じゃないです。あーにゃん。TikTok 不定期、あ、それも言っていい、やつし、ちょっと今後の予定言っていい。今後できるだけ毎日頑張るから、あの当分当分ってところを強調したいんだけど、当分毎日更新するから、頑張ります、頑張ります、はい、頑張ります、はい。やっぱ全力でやんなきゃいけないんで、こういうのはやっぱ、はい、全力でやらなきゃいけないんで、はい、失礼になると思いますので頑張りたいと思います。コメント待ってるよ、何コメント待ってるよ、あ、みんなコメント待ってるよ。何かと思った、すごい寄ってくるじゃん。そう、みんながコメントをしてくれたら私も返せるんで、はい、みんなのこと、あのハートを私が押してるんで、ぜひよろしくお願いします。はい、めちゃめちゃ押した。コソコソボイス聞こえたって。じゃあもうはっきり言ってくれよって感じだね。みんな、なになに、あ、みんなもぜひ投稿してください、ぜひぜひ。検定に向けて頑張ってる、頑張ってる。むっさ聞こえてるで、だってむっさ聞こえてたらしい。そう、当分は1日2愛花ぐらいになるよ、そうそうそう。あ、マネさんのコソコソボイスはアイキャンの生放送あるあるだって。言われてますよ。ささやきおかみとか言われてるよ。懐かしい。本当だよ。止まってない？大丈夫？なになに？リブ編って本人だよ、私しかやってる人いない。誰がやんの他に。怖いよ、マネさんは映らんでよろしい、大丈夫です。でも川だから。可愛い子たちだから。
なになになに、いないいない、影武者いないいないいない、うおい、ええあ、私の反応とスタンプのあれがずれてるんだ。まあいいかまあそれで反応してたんだろうなっていうのは分かってください。よろしくお願いしますわー明日、そう、明日アトレスピットでグラデーションコレクションの、はい、ライブなので、ぜひ。シルバニア、赤ちゃんのやつどこで買ったの？実は、トイザラスさんで買いました。ラスニを買ってまいりました。はい。ありがとう。ライブ会場で TikTok 撮りましょう。撮ります。撮ります。シルバニアハマってんのって。みんななんかね、最近ね、ブーム。それが、私が、発祥ではないとは思うけど、ちょっと前にさ、なんだっけ、くじがあったんですよ。シルバニアファミリーのくじがあって、なんだっけ、引くやつ。そう、それをやりたくて、でどこでやれんだろうねっていうのをちょっと私これを今やりたいんだけどっていうので、そうギルキスで話をしてて、いろんなところに電話かけまくってたら、なんかいつの間にかみんな好きになってた好きっていうか、やっぱ潜在的にやっぱみんな好きなんだよ絶対。ちっちゃい頃から遊んでるものだもんだって。そう、一番くじ、そう一番くじ、そうやりたかった。なになに、可愛いものはみんな好きだよね。そう、好きだから。なになに、おぉ海外は福袋があるらしいよって。そうなんだ、面白いな。風吹かしてる、あ、よかったですなんかさ、風吹かしてるってなんかあんま良くない感じなんかこういう感じで歩いてる感じになっちゃうけど大丈夫かな小林愛香さんの一番くじ出てほしい。そんな、いや、やれんのかな、そんなの。やれたら面白いね。みんな爆買いしてね、そしたらバン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 。キャンさ、髪染めないんですか？染めてるよ、今これ。青に染めてるんですよ、いつも青を入れてるんです。そうなんですよフフ爆買いですか、ありがとうございます箱で箱買いするって言ってる、ありがとうストレートパーは当ててないですね。一回私が通ってる美容室のスピカさんで、この上っ面っていうの、この上の方だけこうちょっとストレートみたいなのはしましたけど、梅雨の時期。アイキャンさん、ピアス開いてますか？開いてます。あ、今日つけてないわ。つけようと思ってたのに、なんでよ。あ、初めましての方はいらっしゃいますかみんな私のこと知ってる人、チヤホヤしてくれてる人猫にありがとう初めて開けたの、開けたのはね、高校生の時ですね。高1年生の時に友達に開けてもらいましたあの教室のね、黒板の前でね、開けました放課後お客様の中に初めましての方はいらっしゃいますでしょうかいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃいますか。いらっしゃいますか。あ、はじめましての人、本当に、本当に？本当にはじめましての人、今の。初婚ですって言ってる人いるんだけど、違うよ。どういうこと？どういうことなの？あー、ありがとう。誰誰？ご存知であります。あ、本当ですか。あ、すいません。ありがとうございます。
いじめられて、違うよ、友達にやってもらったの。え、なになになに、え、それ放課後開けるといじめられてるってことになるの？なにそれ。前世から知ってるんですか？ありがとうございます、嬉しいです。私の前世知らないです。私の前世教えてください。前世とか話するとちょっとおーおーおーってなるんだけど。指輪よく見たい。指輪、これシャラシャラなんだ。これよくつけるんだけど、シャラシャラが入ってんの。ガラスの中にシャラシャラが入っております。あとこれはビーズのやつと、これがなんか幸せになる価値がありますって書いてある。多分調べたら幸せになる価値があるって書いてあった。なるほどと思って、嬉しいねって。ウィンク上手ですか？どうですか？今の反応あざといね。ちょっとどうしよう、やめよう、やめます。大人レディなんでやめます。ありがとうございます。ウィンク。明日の意気込み、最高を更新します、よろしくお願いします。それにはみんなの力が必要なので、ぜひぜひみんなの力で最高を更新させてください、よろしくお願いします。最高ったら最高なんだよ。わわ、海外からも見てくれてる方がいらっしゃるんですか？ありがとうございます。ハロー、ウェルカム。なんか言ってる。ああ、英語力見せてこって。何？ないよ。ない英語力を引き出したところで何もないんだよ。スクショタイム。はい。どうですか？どう？どう？何あと？え、なんだ？あとなんだ？もういい？もう終わりにするね。あ、コメント欄消せんの？消せないの？わかんない。はい。クールな感じ？風吹かした今。わ、クール。なんかすごいね、みんなすごい使いこなしてるな、すごいですね。中和な感じでってなんだよ。はい。はい、そんな感じでどうでしょうか。皆さんぜひ、TikTok のフォローよろしくお願いします。いいねもよろしくお願いします。ぜひ、コメントをたくさん、いいねもたくさんくださると、TikTok のやる気が満ち溢れます。よろしくお願いします。何卒よろしくお願いします。ぜひ、TikTok でも、チヤホヤしていただけると助かります。大変大変大変助かる。あ、唐揚げ。
ぜひぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。燃えてる。あったかい。ありがとうございます。またね、なんか TikTok ライブもできるように、あね、手段が増えて、こうインスタライブとかね、こう TikTok ライブとかでいろいろできるようになって嬉しいです。みんなとまたね、ここでもいろんなことができるかなと思います。ぜひフォローお願いします。田代さんがツイートしてるってよ。ちょっと見てみて。田代さん見てんのかな。田代智子です。唐揚げツイートしてるって。田代さんはですね、9メガヘルツの神です。田代智和さん、あの私の音楽プロデュースをしていただいています。唐揚げ、唐揚げキャシロタンって呼んでいます。ちょ、面と向かってはあんまキャシロタンって呼んでないんですけど。はい、キャシロ、ささやききたって言われて囁いていただいております。ありがとうございます。そうですね、もうもしかしたら初めましての方もいらっしゃるかもしれないので嬉しいです。ありがとうございます。確かにね、今田代さんが唐揚げって言ってたら、もしかしたら唐揚げの歌が爆誕してしまうかもしれないですね。危ないですね、これは。その説は濃厚ですね。危ないですね。唐揚げ間に合わないの歌ができるかもしれない。締め切り間に合わないの歌、締め切り間に合わないの歌は、ツイッターをぜひ見ていただくといろんな流れがあって面白いと思います。ツイッターもやっておりますのでぜひフォローお願いします。今日誕生日の小林愛香です。よろしくお願いします。なになに、またささやいてるって言われちゃうよ。ちょくちょくね、ありがとうございます。ちょくちょく言ってかないと、あ、やっぱ初めましての人がいるかもしれないのでね。小林愛香と言います。よろしくお願いします。はい、なんかそろそろもう大丈夫だよって言われてる。もう時間じゃないのって言われてるけど、まだみんながあとちょっとで1000人ぐらい行くんじゃないかと思ってそわそわしてるんだけど、みんなそうだよね、そらほら待ってるよみんな。なんか誰かがこうみんなフォローしてくれたっていうのが出る。嬉しい、ありがとう。フォロー嬉しい、いいねもよろしく。これからもよろしくお願いします。あ、フォローが、あ、フォローって書いて、あ、イタリアからありがとうございます。ありがとうございます。ボーノすいません、あ、唐揚げ酔っ払ってないです、すいません。あ、すごいねみんな、ありがとうございます。あ、なんかそうだよね、やっぱ1000人いってほしいもんな。そうなのよ、なんかなんかやっとく。そうだよ、みんなのおかげです、ありがとうございます。今日誕生日なんです、ありがとうございます。みんなもぜひ私今日 TikTok を始めましたのでぜひぜひフォローをお願いします。ありがとうございますね。なんかみんなフォローがすごい、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんと仲良くなりたいです。よろしくお願いします。小林愛香と言います。明日は小林愛香のライブがあります。豊洲ピットでワンマンライブをします。ぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。当日券もなんとございますよ。ぜひ気になっちゃった方はぜひ来てくれると好きピーです。チュキピーです。よろしくお願いします。
参加する方もピです、ダイスピです、よろやで参加できない方もぜひ私にエネルギーを飛ばしてくださると嬉しいです。そのエネルギーを受け取って頑張りたいと思います。ありがとう、来れない方もピです、ありがとうございます、ありがとう、すごいね、ライブみたい、ありがとうございます、グッズも楽しみ、ありがとう、頑張れって、ありがとう、頑張ります。みんなのエネルギーをもらえたので、すごく明日もいい日になる気がしてきました。ありがとうございます、みんなありがとう、気をつけてきてね。そしてあのピを飛ばしてくれる皆さんもぜひ素敵な一日を過ごしてください。あ、フォローしましたが見えた、ありがとうございます。コバちゃんいか TikTok 頑張ります、よろしくお願いします。また皆さんに会えるように、あのライブ TikTok ライブもちょこちょこやっていけたらなとも思っていますので、よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。あ、なんかちょっと近づいて、1000人が近づいてきて、なんかすごいソワソワしてきちゃった、え、なんかドキドキしてきた、好き、みんなありがとう、見ててくれてね、またね、あの会える機会が増えたらいいなって、つながれる機会が増えたらいいなと思って TikTok を始めたので、またよろしくお願いしますありがとうみんなも、あ、すごいよ、あら、ギリギリをほらみんな攻めてきてるから、あ、まつげは赤色を使っていてですね、今日は見えますか、見えますか、まつげ見える、ちょっと近くなっちゃった見えますか、赤です、ここは赤なんです、お強そうだよありがとうございます。基本プチプラです、私のメイク道具は。はい、あのこれもエチュードハウスとか、あとあの本当いろんな、え、なんだっけ、このまつげのやつは今見るわ今見るね、まつげのやつはフーミーだね、フーミーのラブリーマスカラ使ってます。肌弱い、私も肌弱いです。私はあのおすすめを教えていいですか、今もういいよって言われたけど、いいですか、教えても。フーミーです、フーミー、私のおすすめは、あの下地とあのファンデーションのおすすめは、あのディープログラムです。ディープログラムがあのちゃんとあのカバーもしてくれますし、はい、お肌弱い方もすごくちゃんと使えると思います。ディープログラムってやつです、はい、こういうやつ、はいそうです、ありがとうございます。そんな感じ、みんなもう大丈夫、そうだよね、え、何、ディープログ、そう、だし、そうです、はい、なになに、みんなすごいネイルしてるだ、すごい減るな減るなとかすごい、なんかみんなが一生懸命増やそうと努力してくれてる、ありがとうございますえ、私の爪、はい、こんな感じ、大人レディーなんで大人レディーなんで、ちょっとキラキラと赤のなんてフレンチネイルをしてますね。このギリギリのせめぎ合いをやってるんですね。ちょっとずっとドキドキしてる。あ、そう、グラデーションコレクションっぽくあのアルバムも出ていまして、あのアルバムがあのサブスクでも聴けるようになっているので、ぜひ小林愛花で検索していただいたら皆さん聴けるので、ぜひ聴いてみてください。 TikTok でも音源使えます、使えますよ、お前ら、お前らって何、チョキチョキ
さ、なんかね、この線に行きそうで行かない感じがそう、私をこのやめさせてくれない感じがあるちょっと千人見てみたいなみたいなところある。そうよね、そうだね、今だね、これ動画を上げるそのなんだっけ案をもらったらいいよね。そうだそうだ何かこれが今流行ってるぞっていうのはないんですかね。ぜひ教えてくださいな。そうだよね、千人の景色が見てみたいんだよね。そうだよね、ダンスが見たい。やっぱダンスを踊ればいい感じ。お部屋紹介、締め切りの歌、声優チャレンジ、いつか弾き語りとかやってほしい。だってTWICEさんのダンス今ね練習してんの。やってみたくて、それもじゃあ頑張ります。あとは何が流行ってるのって、愛犬紹介。あ、なるほど、了解です、わかりました。やってみたいと思います。ぜひ見てくださいね。マシュマロキャッチって何ですか。マシュマロキャッチって何ですか。はってこと、え普通にペットボトルチャレンジって何ですか。ペットボトルチャレンジって何。はっ、やったー、おめでとう、みんな見ててくれてありがとう。ああ嬉しいスクショして、みんなスクショ、スクショ、嬉しいよ。これはちょっと嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとありがとう。うわ、なんかみんなもすごいいっぱい送ってくれて、すいません、ありがとうございます。なんかチヤホヤして、チヤホヤしてくれてありがとうございました。千人来ました、ありがとうございます。嬉しい、今日ね、なんか本当嬉しいこといっぱいで、楽しいこといっぱいで嬉しかったですね。新しく始めるのもね、悪くないなって思いました。すごい嬉しいです、ありがとうございますね。ぜひぜひまたみんなと会えるように頑張りたいと思いますので、今後も小林愛花の応援よろしくお願いしますありがとうございます。そう、フォローもいっぱいありがとうございますまたね、あまたやりたいです。映り込みチャレンジ、あ、 OK、 頑張る。ぜひ今日誕生日だった小林愛花です皆さんのおかげですごくすごく楽しい一日になりましたよろしくお願いします、ありがとうございました、イエーイはい、ぜひこれから TikTok も頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。みんなとなら素敵な一年になると思うので、私も一生懸命また皆さんに会えるように頑張りたいと思います。ありがとう。じゃあ結構予定より長めになってしまいましたが、TikTok ライブ終わろうかな。みんなありがとうございました、来ていただいてね、たくさんなんか可愛い何かいろいろと送ってくださってありがとうございました。これはどうやって何に使えるのかちょっと私も分かってないんですけど、このね、盛り上げてくださってありがとうございました。コメントもたくさんありがとうございました、ありがとうございます。次までにまた勉強しておきます、私もありがとうございました。また会いましょう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。これどうやって貼るの全然わかんない、どうすればいいのかなちょっと待って、どうすればいいんだろう、え、これどうしたもんか、あ、ここかな、これ、え、何これ、どうするの、あー、ちょっと待って、
違うなこれ急に終わるからね。じゃあみんなこれこれ道具で、あ、ここだ。あ、みんなありがとう。できそう。バイバーイ。あったかいね、みんな。ありがとね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとね。バイバーイ。